八高線。八高線は、東京都八王子市の八王子駅から、群馬県高崎市の倉賀野駅までを結ぶ、東日本旅客鉄道、JR 東日本の鉄道路線、地方交通線である。八高線の北側区間における、実際の運行は、倉賀野駅を、始発、終着とする列車はなく、全列車が隣駅である、高崎線の高崎駅を起終点とする。 路線名は、八王子の、八と高崎の、こうに由来する。東京都多摩地域の八王子市から北上し、埼玉県の西部及び北西部を経由して、群馬県南部の高崎市を結ぶ路線である。東京都内の JR 線では最後まで、秘伝化のまま残されていたが、1996年、平成8年3月16日に、埼玉県日高市の駒川駅より、 南側が電化された。その際に運転系統は、駒川駅を境にして、南北で完全に分断され、駒川駅以南の列車は、川越線との直通運転を行うようになった。そのため便宜的に、駒川駅以南の電化区間については、八甲南線、駒川駅北の非電化区間については、八甲北線といった表現を用いることがあるが、共に、 実際の旅客案内では使用されない。なお、1934年、昭和9年の全線回数前は区間こそ異なる。ものの八南線、八甲北線ともに正式な路線名として用いられていた歴史説を参照。駒川駅北の区間は埼玉県内では唯一、かつ群馬県内では渡らせ、京国鉄道線とともに数少ない非電化区間となっている。 なお、沿線17市町で構成し、JR 東日本などへの要望活動や、八甲線の利用促進を行う団体名は2019年現在も、八甲線電車加速新規制同盟会、事務局は埼玉県時川町であり、全線電化を働きかけている。全線が旅客営業規則の定める大都市近郊区間の東京近郊区間、 および IC 乗車カード、スイカの首都圏エリアに含まれている。なお、東京近郊区間であるものの、東京都を走る JR 路線で唯一、電車特定区間の対象外路線であり、運賃は地方交通線の運賃が適用されている。旅客案内で使用される、ラインカラーはメタリックブラウンであるが、駒川以南の電化区間の電車には、大色とうぐい水路。 の帯が巻かれている。八王子駅駒川駅間は、八王子支社、諸駅倉賀野駅間は、高崎支社の管轄となっており、駒川駅諸駅間、八王子駅から約33.5キロメートルに、両支社の境界がある。1日あたりの平均通過人員、輸送密度は、以下の通り、中央本線上りホームの反対側一番線から、 八王子駅を発車すると、右手に横浜線が分岐し京王線をまたぐ。左へカーブし、中央本線から分かれ、浅川を渡り、国道16号、八王子バイパスをまたいで勾配を追っていく。国道20号、甲州街道を潜って、周辺に巨大な倉庫や工場の林立する北八王子駅に到着する。北八王子駅を発車すると勾配を降り、 中央自動車道を潜ると間もなく、小宮駅に到着し、勾配を降りながら1945年に、八甲線列車正面衝突事故のあった、玉川橋梁に架か,かる。玉川両岸に向き合う東京都下水道局の二つの下水処理場を右手に見ながら、鉄橋を渡って、しばらく直線に進むと、梅線をまたぎ、大梅電流線、米軍横田基地線、 保線基地などを大きく抱き込む形で左にカーブし、右手から西部廃島線が寄り添ってきて、廃島駅に到着する。廃島駅を出ると、すぐ国道16号の武蔵野橋を、五日市線、大目線と共に潜り、両線を左に分けながら、住宅街の間の緩い勾配を直線で登り、東北西駅に到着。東福佐駅,駅箱根池崎駅間の路線は、 横田基地拡張に伴い付け替えられたが、基地を完全に迂回したわけではなく、駅を出ると、しばらく基地内の住宅やスーパーマーケットの間を走る。基地内を出て、右に並行していた国道16号が、水穂バイパスとなり下を潜って、左に分かれていくと、コンクリート壁の間を抜ける。この部分は滑走路から、すぐの延長線上にあり、非電化時代は、 横田トンネルが設けられていた部分である。これは昔、航空機からの部品落下などが時折あったためだが、航空機の安全性向上もあり、電化の際に架線を張る障害になるためトンネル上部が取り払われた。新大梅街道をまたいですぐに、箱根毛崎駅に到着。箱根毛崎駅は、廃島方面からの折り返し列車もある。以前は退避線もあったが撤去された。 箱根池崎駅を出ると、かつては本線の右側を伏線のように貨物線が並走していた。撤去された現在は草に覆れ面影が乏しい。緩い上り勾配を進むと、水穂バイパスの古線橋をくぐる。ここで八王子駅から東線の左右を並行して走ってきた。国道十六号と一旦分かれ、川越島では、東線と川越線とは全く別ルートを走る。 埼玉県入間市に入り、や山茶の茶畑の中を走り標高158メートルの八甲線最高地点を通過。掘り割りされた県王道をまたいで、緩い勾配を下ると八甲線最高所駅の金子駅に到着する。金子駅からは、火事給料を峠もなく20パーミルの急勾配で駆け降りる。この坂はかつて蒸気機関車が走っていた頃には、 八高線の金子坂と呼ばれていて、坂を登る機関車の写真スポットとなっていたようだ。参考までに、地元では、この坂の脇の道路を、長沢峠と言い,い、金子坂は、新しい日差しから物資への給料を超える、指導、関十七号線の通称に用いられている。反応市に入り左にカーブすると、右手に、駿河台大学が見えてくる。そして高いと橋梁で、 入間川を渡る。伏線の西部池袋線の上を越える手前で、築堤から高貨になる。元々は入間川橋梁から築堤で高さをキープして、単線の池袋線を橋でまたいでいたが、池袋線の複線区間延長のため、橋を付け替えることが必要になり、元の築堤の左側に硬貨を作り、付け替えた。緩やかな左カーブを抜けると硬貨が終わり、 住宅街の中を進むとやがて右にカーブする。すると、左側から、反応駅を経由しない、短絡線の予定地だったスペースと、反応駅でスイッチバックし単線になった銅線が、急カーブで寄り添ってきて、東反応駅に着く。銅線が、すぐ、また左急カーブで離れ、国道299号の古線橋を潜り、鹿山峠を20パーミルの急勾配で登って、駆け降りる。 リンチを抜け、左急カーブのすぐ右手に、本線の変電所が見えるが、ここが1947年の八高線、列車脱線転覆事故の現場であり、すぐに、川越線との分岐点である、駒川駅に到着となる。駒川から、川越線が当線から右手に分かれてゆくが、川越線との間に約45度の角度で分かれる、線路がかつてあった。それは、 太平洋セメント、埼玉工場への専用線で、2009年7月当時は、踏切部分で分断され、車止めが立っていたり、レールが残されていたりしていた。地元、日高市に、跡地が買収されて、ポッポー道と呼ばれる、遊歩道として完成し、一部に、レール、警報器、遮断機が残されている。その配線跡を眺めながら、八高線はそのまま北上する。 駒川を渡り、しばらくすると左手に、埼玉医科大学と、同病院の白い大きな建物が見えると、諸駅である。諸山町の市街地を抜け、間もなく、右から東部大瀬線が並行してきて、伏線のようになり、大瀬駅に着く。大瀬から、ログハウス風の駅舎を持つ名里市駅を過ぎ、八高線で、駅間距離が8キロと最長の三間区間に入り、 市街地に出たところで、東武東上線をまたいで左にカーブし、小川町駅に着く。小川町駅は折り返し列車もある、拠点駅である。東武東上線を左に並走させながら、再び2キロほどを、伏線のように走り、東上線が左に分かれて、東線の上をまたぐと、間もなく、竹沢駅である。この辺りからは、山村の風景が広がり、 半径250メートルの曲線と20パーミルの勾配で標高150.6メートルの峠を越えて短式ホームの無人駅である折原駅を過ぎる左カーブで八型上跡を右手に見たところから視界が開け右カーブして荒川に架か,かる荒川橋梁を渡る列車は再び半径300メートルの曲線で右にカーブすると秩父鉄道の下をくぐって より駅に到着する。より駅は本路線と東武東上線、秩父鉄道の乗り換え駅だが、竹沢駅手前で分かれた、東上線は、東線とは、反対方向の東側から駅に入り、東駅を奇襲点とする。東線と東上線ホームの間には、秩父鉄道のホームがあり、より駅を出てしばらく右に、秩父鉄道を並走させ、三旅伏線のようにして走る。 関東平野西端部を走ってきた本路線だが、寄り駅から終着駅の高崎までは、西端部を離れ、完全に平野の中を走る。用土駅、松久駅と交換駅が短式ホーム化された無人駅を過ぎ、高崎駅からの折り返し列車もある小玉駅に到着する。次の単走駅は、ホーム左手に空き地が広がっているが、 これは当駅を起点とし1986年に廃止された上部鉄道の線路跡である。丹僧駅を出て神奈川を渡って群馬県に入る。次の群馬藤岡駅は人口7万人の藤岡市の中心駅である。上越新幹線と上、新越自動車道の下を潜ると信号上から駅になった無人駅、単式ホームの北藤岡駅に到着する。当駅は 実質的な高崎線との分岐点であり、当駅を出てすぐに副線の高崎線に乗り入れる。上り列車の場合は、当駅の600メートルほど手前で抽選に入り、150メートルほど手前で高崎線下り線を横断する。カラス川を上下別線で渡り、日本貨物鉄道、JR 貨物の基地などが近い2面4線の倉賀野駅に到着する。 線路名称上は当駅が当線の奇襲点だが、すべての列車が次の高崎まで走り、切りかき機、ホームの3番線に到着する。なお、高崎線は電化路線であるため架線が張られているが、遠く間を走る八甲線の列車は、機動車のため、当然ながら架線は使用しない。高崎駅では、八甲線の列車のみが入線する3番線も、電化されている。 また前述のように電化に際して、旧横田トンネルの天井が取り払われた、結果、当線には、全線を通して、トンネルが一箇所も存在しない。電化区間である、この区間は、川越線駒川駅川越駅間と一体的に、運転されており、大半の列車は、八王子駅川越駅間で、直通運転している。昼間の運転間隔はほぼ30分である。 八甲線や川越線内でダイヤの乱れが生じた場合は直通運転を中止して、駒川駅での折り返し運転が実施される。この際、ダイヤは八甲線、川越線分割前提で組んでいるため、直通運転が中止されても何事もない方の路線のダイヤはすぐ平常に戻ることが多い。以前は直通先の川越線が約20分間隔で運転されていたため、 運転間隔が合わず、一部の列車は、駒川駅で、折り返しや、長時間停車を行っていた。2015年3月14日のダイヤ改正で、昼間の川越線駒川駅川越駅間が、八甲線と同じ30分間隔に減便されたため、駒川駅における長時間停車が改善され、駒川駅をまたぐ場合の所要時間が、均一化された。平日朝上り2本と、 夕方折り2本、土曜、休日朝上り1本と、夕方折り1本が、廃島駅から、大梅線経由で中央線との直通運転を行い、東京駅まで直通する。廃島駅で、五日市線武蔵五日市駅発着列車の連結、切り離しを行い、分割対応編成、H 編成の4両側が当線に、6両側が五日市線に直通する。 2008年3月15日のダイヤ改正で、平日夕方に直通箱根毛先行き1本が増便された。これにより下りも直通が上りと同じ2本となった。2005年9月5日から2007年3月16日まで、朝の上り列車で、東京寄りの先頭に女性専用車が連結されていたが、翌18日より、車両編成の変更により、 八甲線内の女性専用車の運転は終了した。列車番号の末尾はすべて E であるが、川越線内は、川越方面域が八甲線内の番号マイナス 1H、八王子方面域が八甲線内の番号プラス 1H となっている。また運行される列車の種別は常日の中央線、直通も含めて八甲線内はすべて普通列車となっている。 中央線直通列車は、灰島で列車番号、種別が切り替わる。1996年3月16日の八王子駅駒川駅間電化の際に、駒川発で灰島駅から大梅線立川駅まで乗り入れる列車がに、往復設定された。いずれも、半自動ドア機能付きの103系3000番台、3500番台と209万3000番台が、 使用された。その後、1999年12月3日をもって、八甲線側からの直通は廃止になった。中央線所属車を用いての大梅線経由中央線、直通列車は前述のように現在も存在するが、立川駅発着の列車は廃止された。川越線が電化される前は、川越線から、駒川駅東半道駅間の一駅区間のみ、 乗り入れる列車が大宮駅駒川駅東半応駅間に複数設定されていた。線路名称上は倉賀野駅が終点となっているが、運転上は北藤岡駅から150メートルほど倉賀野寄りのところで高崎線に乗り入れ、すべての列車が高崎駅を起終点とする。この区間のダイヤには平日と土休日の区別はなく、すべての日が 同一のダイヤで運行される。車両は横にプラス1座席配列のキハ110.111系機動車が2から3両で使用される。車両については、使用車両説も参照。朝や夕方以降には、駒川駅小川町駅間、小川町駅高崎駅間、小玉駅高崎駅間の区間列車が運行されている。おおむね1時間に1から2本程度の運行である。 昼間の一部の二両編成の列車においてワンマン運転を行っている。この場合、無人駅では最前部の運転手横のドアから降りる必要があり、また発車ベルのある駅ではベルが鳴らずに発車する。また、電車区間と同様にドアは自動式ではなく半自動式であり、乗り降りの際にはドア横のボタンを押す必要があり、ドア開閉の際にはドア上のチャイムが明動する。 東路線はもともと東海道本線方面と上越線方面の軍事輸送を都心から迂回する目的で建設された。また、金と生産地の群馬県と海外輸出港である横浜港とを結ぶ、いわゆる絹の道の近代化や、すでに幹線として輸送量があった高崎線のバイパスとしての役割が期待されるなど、どちらかといえば貨物輸送メインの路線であった。 このことから、東武東上線や大瀬線、西武池袋線、西武秩父線、秩父鉄道線などの観光客が多い路線との接続があるにもかかわらず、東路線を主な目的地とした優等列車は設定されていない。ただし、例外的に、準急行列車が増発された1960年代に、上越線水上駅方面へのバイパス列車として、 新宿駅水上駅間を運行する奥と根、後に三国と海場が運行されたことがある。詳細は水上を参照。現在は駒川駅を境に電化されている八王子側は電車高崎線共用区間を除き電化されていない高崎側は機動車による運転となっているが八甲線電化前は全線で機動車が運用されていた。ここでは 電車と起動車に分けて記載する。電閣間である八王子駅駒川駅間は、すべて片側4扉の電車4両編成での運転である。工日の大目線、中央線直通列車とそれに関連する廃島駅、箱根池崎駅、駒川駅間の一部列車を除き、扉の半自動化などの対策を施された、関連地使用者の川越車両センター所属の車両が、 使用されている。現行のステンレス車両は車体に大々色とうぐい水路の帯を巻いている。八王子駅駒川駅間では夏と冬の期間限定で、主に列車交換時や長時間停車時を中心にドアの開閉を半自動式ボタン作で開閉としていたが、2006年12月1日からは通年で半自動扱いとなった。 103系の塗色はうぐい水色一色。ただし、車両不足などにより、タクの違う色の103系を借り入れしたこともある。豊田車両センター所属の車両が使用されている。中央線快速のラインカラーである、オレンジバーメリオンが車体に使われている。なお、2008年3月のダイヤ改正までは201系が乗り入れていた。一時期は、 川越線乗り入れ運用にもついていたことがある。非電閣間の駒川駅高崎駅間の列車には、高崎車両センター所属の20メートル級片側に、扉のデッキなしの起動車である、キハ110系200番台が2両、または3両編成で使用されている。種別は、全面表示器、行き先は、側面表示器に表示される。側面表示は導入当初は、 字幕式であったが、後に全車が LED 式に変更され、漢字とローマ字で、終着駅名を交互に表示する。車両は、トイレ付き両運転台車の機ハ110系200番台9両と、トイレ付き編運転台車の機ハ111系200番台と、トイレなし編運転台車の機ハ112系200番台が2両ユニットになったもの6本、12両2種類がある。 キハ,キハ1 1 1系2 0 0番台とキハ1 1 2系2 0 0番台は二両ユニットで使用されることが多いが必ずしも編成が固定されているわけではなく単独で1 1 0系2 0 0番台と連結して使用されることあるただしダイヤごとの組み合わせは決まっている八王子駅駒川駅間が電化される前は八王子駅高崎駅間の全線で機動車が運用されていた 国鉄時代はキハ17型、キハ20系、キハ36型も運用に入ったことがある。JR 以降後はキハ30、キハ35系、キハ38系、キハ40系、キハ45型が使用されたが、キハ40系、キハ45型は1991年までに転出し、1993年にはキハ110系がより駅。 小玉駅高崎駅間の区間列車に投入された。その後、1996年の八王子駅、駒川駅間電化に伴い、駒川駅高崎駅間を運行する旅客列車はキハ110系に統一された。改正鉄道不設法別表第51号に予定線として、東京府八王子より埼玉県反応を経て、群馬県高崎にイタリル鉄道と掲げられていた。 箱根毛崎駅、金子駅間に、主に中央本線用の車両基地を設置する計画があり、用地買収が進められている。この車両入出庫のため、灰島駅箱根毛崎駅間で伏線化の計画もあり、買収された用地がフェンスで覆われている。同時に、水戸町栗原と地区核整理組合設立準備会では前日の車両基地に隣接した箱根毛崎駅、 金子駅間に新駅を設置するよう働きかけている。しかし、車両基地が必要になる根拠となった中央線の三鷹駅立川駅間の複々線化が進行していない。2008年6月27日に水保町は同区間の新駅基本計画策定業務を JR 東日本コンサルタン渋谷区に委託した。同年度内にまとめたい方針としていた。 東福線駅箱根毛先駅間の都営水保アパートで建て替えを行った時に、新駅設置のための駅前広場用地の要因がされた。非電化区間沿線では、本数増加と、福線電化八王子までの直通運転復活を望む声がある。また北藤岡駅は、高崎線と近接しているにもかかわらず、高崎線の方に駅がなく、相互に乗り換えができないために、 高崎線上の方面と行き来する利用客はわざわざ一駅反対方向の倉賀野まで行かなければならない。このため、高崎線側にホームと駅舎を移設する構想がある。それ以外では、SL 列車運転、駒川における川越線との列車接続時間の短縮、埼玉以下大学国際医療センター、日高市付近への駅設置、各駅からの駅からハイキング充実、 トレーンスイート式島などの八甲線経由での運行、金子駅西口改札解説などが望まれている。電化区間、八王子駅駒川駅間と非電化区間、駒川駅倉賀野駅間とでは、運転系統が完全に分離されているため、駅一覧表もそれぞれの区間に分けて記す。便宜上、倉賀野側の全列車が乗り入れる高崎駅も合わせて、記載する。なお、 高崎線内にある貨物施設は省略する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。